はい、どうも、くもですドラゴンクエスト形式しやっていこうと思います。デスプリーストですね。星2チャレンジですね。はい、星2だけで倒していきます。はい、デスプリーストが確か、緑の属性かな。なので基本的にはみんな赤です。で、回復だけ紫っていう感じですね。はい、みんな星2です。はい。で、あれですね。一撃がちょっとでかいから、まあ回復1回でも入れば、もう1回ぐらい耐えれるかなっていうようなね、感じですよね。でもこれ今必殺技でも、スキル使っても10ぐらいしか与えらんねえよ。このね、雲の、巨人だっけかな、これがめちゃめちゃ強い。おすすめっす。マジで強い。体当たりもう半分削るからね、半分削るから相当強いっす。うん、おすすめっすね。どこで出るんだっけな。10章かな。10話って言えばいいのかな。10話でいいのかな。で、普通に出てくるのかな。だから、まあ、周回というかしてれば、自然と、スキルは上がっていくっていう感じですね。ただ、多分、これ、星2で多分、スキル的にはみんな3とか4ぐらいなんだけど、ダメージが全然違うんだよな。こういう意味でかい。こういう意味でかい。なんでだろうな、このリザードマンも、まあ、レベルは、まあ確かにそんなに上がってはないけど、ダメージがこんなに雲の巨人ほど出ない。ってことはあれかな、ステータスの能力値っていうのかな、ステータスの値が大きく影響するのかな、ダメージに。これ届くかな、雲の巨人。おすすめはだから赤属性で、まあ、みんなでも攻撃でもいいかもしれないな。上手い人は回復入れずにもうどんどん攻めちゃってもいいかもしれないですね。うん、いや、やっぱ強いね。うん、これでもう一回雲の巨人いけるかな。体当たりほら超強い。おすすめっす、マジで雲の巨人は。うん、倒しました。これで隠し扉も開くかな。隠し扉というか宝箱かな。うん、もう開くと思います。はい、レベル的にはまあもうおすすめレベル38ってなってましたけどね。実際はそんなに上げなくても勝てそうっす。はい、見てみますか。どれぐらいなんだったっけな。こんな感じっすね。雲の巨人だけ30か、攻撃は。あとはまあみんな20から26か。うん。なので、そんなに頑張ってレベル上げなくても、雲の巨人さえ育ってれば勝てる気がしますんで、よかったら参考にしてください。それじゃまた。